ヨリス・イベンスは、オランダの地に、フランスの映画監督。ドキュメンタリー映画家として、文明の発展と、その不平等に関して、時に戦闘的な視線を持ちながら、最後の作品群をアジアへと捧げた。1898年11月18日、オランダ・ヘルダーラント州の内名編に生まれる。オランダ写真界の元祖と言われる人物を祖父に持つ。 ドイツ・ベルリンのシャルロッテンブルク工科大学で写真科学を学ぶ。1933年、アンリ・ストルクと共同監督した戦闘的ドキュメンタリー、ミセル・英雄・ボリナゲでは、ベルギーへの欧州のボリナージュでの甲府たちの悲惨さと、プロレタリア作手の凶暴性を非難した。1954年に国際平和賞を、1968年には、 レーニン平和賞を受賞。映画監督のマルセリーヌ・ロリダン・イーベンスと結婚していた。1989年6月28日、定住先となった、フランスのパリにて死去。モンパルナス墓地に眠る。ABCDE25 版、ウィッカピジア・ジョリス・アイブンズの記述による。ありがとうございます。